でシリーズ1号となるスリーランホームランを打ったハウエルがバッターボックスに入って3回のヤクルトの攻撃です。いやこれしかし大下さん、相当ハウエルとしては今年はいけるぞっていう雰囲気で入ってるでしょうね。随分研究してるでしょうからね。でストライクを2つ取られたんで、おそらくカーブで勝負に来るだろうと思っていたところがですね、ストレートも来たんだけどバットがうまく出たと、やっぱり去年のシリーズちょっと不甲斐なかったということは自分でもかなり反省しまして、この矢先の一発で本人はいつも冷静なんですがかなり興奮したようです。あーそうですか。ケトラーデさん、はい、ここまで古田、広沢、池山、ハウエル、ヤクルトクリーンナップ見て去年との印象どうですか？Compared to last year's so far 私も乗ってるような形がしました。なるほどね。まあこの辺のクリーンナップが乗ってくると大下さん、本当にヤクルトとしては一気に勝負を、ね、得点能力ありますからね。これ監督の気持ちの中であったと思いますよ。ここまでライトが出たと、ね、この辺を確認したっていうところですかね、今でもね。するってのは難しいんだけども、あれはもう何回も経験してんだからね、うん、まさかの三角超えやがったよ、ま、いわゆる大沢節もいよいよ絶好調という雰囲気ですが、池山の当たりどうだ、レフトがフェンス際登ったがボールが飛んだ、アウトについて池山をこの第1戦でホームラン、前評判ヤクルト打線5対3になりました。空は秋晴れ、傘は差しても日本晴れのヤクルトファンです。このシリーズは本当油断も隙もできない、ない一球一球でどんどん展開が変わってくる。まあ面白いけどね、この方が。しかしテストラーデさん、こういうビッグな舞台でホームランを打ってる、あのチャレンジね、あの内山さん、はい、でもフォアボール、あのノーティング3ガイズ、giving up a three run homer。まあ、あのこういった点差になってきてる、まあ、非常に緊迫しているところなんですけども、あるのは、気持ちの面でね、向かっていったっていう、はい、指名打者の旗にもヒットが出ました。大下さん、去年はこのヤクルトが指名打者で後ろに下がって、たまらんのね、やっぱり積極性がないですよ。ヤクルトがあんなプロボールやったもんだから、自分たちもさ、ちょっと緊張してるんじゃないですかね。まあ、ライトでも、日本ハム大沢監督も背広は着てますが、ユニフォーム着て、公式戦という雰囲気でお話しくださってます。そう、監督は本当に今の打球は取ってほしいよね、ベンチにいたらね。あ、取ってほしい。うん、じゃあ、平野だけにね、はい、あのうちらの中島なんかまだ下手くそだからしょうがないけども、まあ、あの平野はやっぱり外野のうまいんだから、そのあと打球は取らないから、ちょっと厳しいけどね、それだけの選手ですよ。プロが日本一争うんですからね。ああ、そうそうそう。そしてハドラーです。先ほどはフォアボール、ヒットの数はここまでヤクルト、おお、ボールとバットがもうマウンドの後ろまで飛んできました。自分で取りに行きます。ワールドシリーズの中継をやってましてね、記者席 でそれを見ながらもう一人で大きな声出して興奮してましたが、まあ気持ちの面では本当に気分よく、心はワールドシリーズっていう雰囲気でバッターボックス立ってるかもしれません。しかも出だしからですからね。まだ3回でね、このままスッといくわけないし、ちょっとやっぱり初回からそう思いましたよね。もう本当は普段穏やかな、臭いな、匂いますか？匂うぞ、ちょっと。おっ、あのランナーが電報打ってるから私は走りますよ。電報打ってましたね今。打線をマークしています。
カーブ。このまま行ったら日本シリーズ初のナイターゲームになってますね。デストラデさんがちょっと失敗になってますが、本当にペース自体は一時早いところでしたから余計感じるんだ。プレーがね、去年までそう感じてない。今年1年ね、明らかに全く読めない。一つ言うのはキャッチャーが苦労するだけで、いやだからキャッチャーがもうかわいそうだなという、それだけ読めますよ。このカーブが決まってツーストライクいっぱいという表情。こちらは懸命のリードが続く伊藤。キャッチャーがスタート。伊藤から二塁へボールが送られて、これはアウト。